アンドリュー・チャールズ・ベネスは、アメリカ合衆国インディアナ州バンダーバーグ軍、エバンズビル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称は、レインマン。5歳下の辞点、アラン・ベネスも元メジャーリーガーである。1988年、ソウルオリンピックで公開競技として行われた野球競技に、アメリカ合衆国代表として出場し、金メダルを獲得している。また、 この年は、第17回日米大学野球選手権、第30回アイブフワールドカップでも代表に選出されている。MLB ドラフト1巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。1989年は、a 級ィチタラングラーズとトリプル a 級、ラスベガススターズの2球団合計で10勝5敗、防御率3.33、144奪三振を記録し、 8月11日のアトランタブレイブス戦でメジャーデビュー。同年、スポーティングニュース社選出の最優秀新人投手に選出された。1990年から4年連続で2桁勝利を記録。1991年は7月15日時点で4勝10敗だったが、それ以降は11勝1敗を記録。7月28日から9月25日にかけて10連勝を記録し、 ナショナルリーグでは1989年にデニス・マルティネスが11連勝を記録して以降最長となった。1993年オールスター選出を果たし同年から3年連続で開幕投手を務めた。1994年はリーグワーストの14敗を喫したがリーグ最多の189三振を記録して最多奪三振のタイトルを獲得した。 1995年7月31日にシアトルマリナーズヘトレードで移籍した。シーズン終了後に FA となりセントルイスカージナルスへ移籍した。1996年自己最多の18勝を記録しサイヤング賞の投票では3位に入った。1998年2月3日にこの年からメジャーに新規加入するアリゾナダイヤモンドバックスへ FA 移籍した。 2000年から2002年にかけて再びカージナルスでプレーし、2002年12月に現役引退を表明。ありがとうございます。